マイケル・チャールズ・ブラントリー・ジュニアは、アメリカ合衆国ワシントン州キング軍、ベルビュー出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のヒューストン・アストローズ所属。愛称は、ドクター・スムース。父は、かつて、シアトル・マリナーズと読売ジャイアンツでプレーした、ミッキー・ブラントリー。2005年の MLB ドラフト7巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。 2008年7月8日に CC サバシアとのトレードの後日発表選手としてマット・ラポータラ3選手と共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した2009年9月1日のデトロイト・タイガース戦でメジャーデビュー2011年は外野人に故障者が続出したこともあって自己最多の114試合に出場した2012年は グレーィサイズモアがこの年怪我で絶望となったため、中堅守として定位置を獲得した。打率288を記録して、四球と三振がほぼ同等の数字をマークした。2013年、引き続きレギュラーの座を確保し、自身初の2桁本塁打自己ベストの17盗塁を記録した。2014年2月10日に、 インディアンスと契約金350万ドルオプションの違約金100万ドルを含む総額2500万ドルの4年契約に合意した。この年は自身初めてオールスターに選出された。最終的に球団史上18人目かつ自身初の200アンダーをクリアしたほか20本類が20盗塁を同時達成して大ブレークを果たした。また自身初めて シルバースラッガー賞をガ外シュ部門で受賞した。2015年も打撃好調を維持し、前年ほど圧倒的ではなかったものの、リーグ4位となる打率。310をマーク。リーグ最多の45二塁打と15本塁打を放って、84打点を叩き出した。総塁面でもハイレベルな成績を残し、16回投塁を試みて15回成功させた。 ディフェンス面では、左翼手を中心に、中堅も守ったが、どちらでも DRS から1を記録するなど、平均よりはやや下だった。9月22日の試合において、守備時に右肩を負傷、シーズンオフに手術を受けた。2016年は、前年に手術を受けた肩の状態が思わしくなく、開幕を故障者リストで迎え、一度復帰したが8月に肩の手術を受けて、 そのままシーズンを終えた。結局11試合に出場しただけに止まり、打率、231.7打点、1盗塁を記録しただけだった。なお、守備では、全11試合で左翼を守り、無失策、DRS1 だった。2017年7月19日のサンフランシスコジャイアンツ戦で、通算セムアンダーを達成した。 2018年は3年ぶりに規定打席に到達し、143試合に出場して打率。309、17本塁打、76打点、12、盗塁を記録した。また、カムバック賞にも選出された。オフの10月29日に FA となった。2018年12月19日に、ヒューストンアストロズと2年総額3200万ドルの契約を結んだ。 2020年オフの11月1日に FA となったが2021年1月25日にアストロズと2年総額3200万ドルで再契約した。ありがとうございます。